福島県福島市にある国道114号のバイパス道路である。従来の起点である国道4号福島南バイパス渡り弁天山交差点では、福島市街地へ流入する車両の混雑が激しく、たびたび渋滞が発生していた。また、市内、渡り、小倉寺地内では、阿武隈川の渓谷を縫うような線形不良区間であり、異常時通行規制区間に指定されている。これらの解消のために1983年度より事業化され、1996年3月27日、渡り大橋の開通により、起点の豊田町から渡りあざ丘の内にかけてのバイパス区間 2.2km と渡りあざ金払いから終点の龍子山あざ弥平田にかけての原動拡幅区間 1.8km が先行開通し、2004年1月15日に渡りあざ丘の内から地金払いまでの 4.2km が開通し、全線供用された。これに伴い、旧道区間は福島市道101号、岩下金富津線に移管された。起点から渡りあざ沼の町までは片側2車線、その他は片側1車線で整備されている。また、起点から福島市越浜町までは、都市計画道路越浜町町庭坂線の一部に指定されている。ありがとうございます。